皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、この冬おすすめのミディアムヘアとそのスタイリング方法についてご紹介していきたいと思います。今回も僕のお客様の施術工程を見ながら解説していきたいと思います。今回のお客様の髪質なんですけれども、髪のね、硬さ自体は結構普通な感じで、柔らかくもなく硬くもなくっていう感じ、量自体は少し多めの髪かなと思います。で、今回のねカットのオーダーなんですけれども、顔周りがねやっぱりちょっとベタっと重く見えやすいので、少し軽やかに見せたいと、あとね、毛先はちょっと長さ的にも少しちょっと外跳ねにして、ツヤっぽい潤いがあるような髪にしたいっていう風なオーダーでした。カラー自体もね、見てもらったら分かるんですけど、ちょっとね表面の部分が明るく抜けやすい、こういうね表面だけちょっと明るくなってるよっていう方も結構お客様で多くいらっしゃいます。まあドライヤーの関係だったりとかね、紫外線の当たりすぎてここだけ明るくなっちゃったりする方も結構いらっしゃるので、まあそこをちょっと直して少し暗くして、でも重くなりすぎないカラーリングがいいっていう風なオーダーでした。じゃあまず、カラーリングの方からご説明していきます。今回はアッシュの色味と、あとブルーバイオレット、表面のねちょっと黄色く抜けてる部分に関しては、ウォームブラウン、ちょっとね、温かみを感じるようなブラウンを、塗り分けしてカラーリングをやっていってます。結構ねこの塗り分けが結構重要で、あんまりこれがね上手にできてないと、表面がねあんまりこう落ち着いた感じにならなかったりとか、一色にならなかったりするので、そういった部分はね、調節しながらやっていきます。で、ある程度ね時間を置いて、大体僕は15分から20分ぐらいですねを置いてチェックすると、色味がね大体こう均一に入ってるかなと思うので、その状態でしっかりと流していきます。で、やっぱり表面の部分だったりとか結構ね抜けやすかったりもするので、まあシャンプーもね結構こうアミノ酸系の優しい系のシャンプーで、しっかりトリートメントでねコーティングをしていってます。で、シャンプー上がってきてこう乾かすと、こんな感じでね、暗いけどそんなに重く見えない、ちょっとこう柔らかく見えるようなアッシュブラウンの、色味が出来上がりました。結構ねこういった黄色く抜けやすかったりとか、まああんまりねこう重く見せたくないっていう方に関しては、こういった色味はねおすすめかなと思います。次にねカットなんですけども、毛先はねだいたい4センチぐらい、ちょっとねあの外跳ねするにはまだ長い長さなので、4センチぐらい切って外跳ねがねしやすいような長さに調節していきます。今回はねこの表面の部分をちょっとツヤっと見せたいので、あまりねこうレイヤーは入れずにそのまま調節だけにしております。で、前髪も下ろした時にこう目の邪魔にならないぐらいな感じで、ちょっとね薄めの、カットにしております。ちょっとねこうパツンとした感じにして、こう横に少し広げてあげると今っぽいね前髪に結構仕上がるかなっていう感じで、あと顔周りの部分少しね、段差入れ直して、軽やかにね、動きが出るように、カットしております。ね、スタイリングです。今回は 32mm のコテで、巻いていくんですけども、最近のねヘアスタイルってあんまりこう細いコテっていうよりもちょっと太めのコテで緩やかなワンカールだったりとか、そういった感じのヘアスタイルが多いので、今回は 32mm でやっていきます。全体的にまず外羽に巻いていくんですけど、あまり毛束がねちょっとね多すぎると綺麗にね巻けなかったりするので、なるべくね4センチぐらいの毛束を取って巻くぐらいの方がちょうどいいかなと思います。で、全体的にねコテで、ね、外羽に巻いて、ちょっとね、顔周りは、外羽に巻いていきたいので、この毛束のもう結構細めに取って巻いていきます。なるべくね1回転もしくは1回転半ぐらいこうくるくるっと巻くぐらいの感じで自然に抜いてあげると綺麗な外巻きになります。で、全体的にで、あとはね少しだけスタイリング剤でオイルをつけていきます。そうするとこんな感じで綺麗に仕上がりました。かなりね髪の毛も綺麗でバランスの良いねヘアスタイルになってるかなと思います。お客様もねもう色もそうですし形も、すごく気に入っていただけました。はい、ということで僕がね、この冬おすすめするミディアムヘアのご紹介をさせていただきました。今回のねヘアスタイルに関してはまたねあのご質問がありましたらコメントだったりとか、あと SNS のねインスタグラムで DM だったりとかでご質問いただければお答えしますので、よかったらご質問くだ
ください。最近またご新規の方のねご予約もちょっと受け付けてますので、概要欄からよかったらチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。